大学の時代からバイクが好きでツーリングとかでよく来てて、すごいいいところだなと思ってたんで、四国来るなら高知がええかなっていうのと、いろんなセミナーを見て林業大学校という林業の学校があったん でそこで1年、資格を取ったりとか勉強したりだとかするのがいいかなと思って、いきなり就職っていうのはちょっとなかなか情報を集めるのも大変だし、働きながらこっちに何度も足を運ぶのがなかなか大変だったんで、受け入れてくれやすそうというか、そういう整ってるなっていう印象がもうあったのかもしれないです。昔植えた木が充実してるんで、どちらかというと間伐するとかそういう整備する人の手が足りないから山が荒れてる、切って出したらいい木もいっぱいあるけど林業事業者が足りないっていうのはお話は聞いておって、なので今高知はすごいそういうのに力を入れて、5年前から林業学校で、1年前から林業大学校っていうのを開設して、なんとか林業をする人のを確保しようっていうふうに奔走してる。良さは結構いいことしてるなっていう感じはありますね。木植えてる時はこうやってどんどん植えた木が育っていくんだなっていうのをやってる時は充実感というかはありますね。ちょっと見ての通り周りが全く気にならないというので、ちょっとゆい子が泣いてしんどいなっていう時も、もう外に出てブラブラってして、で周りはすごい気にならないけど、その上の人とかお隣さんとかは気にかけてくれて、結構話し相手がいて程よく寂しくも泣くという、でいろいろお野菜くれたり気にかけてくれたりしてくれるので、親切な人がやっぱり多いなと思いますね。比べるとやっぱ時間はありますね。林業っていう業種上、現場で作業する作業員としては、その暗くなったら作業できないんで、暗くなる前には大体戻ってくるんで、娘と妻とおる時間は長いっていうのはすごいいいと思います。よく調べた方がいいかもね。調べて、でもうその気になったらやってみたら面白い、いいと思ったらもう行動移したらと全然違う生活が手に入ると思います。